はいどうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今ね僕が手に持ってるのはくまモンミニ四駆ですね。ライキリの、スモークボディにですね、中に可愛いくまモンのねマスコットが入ったミニ四駆をちょっとね手に持ってます。で、こちらはですね、よいしょ、このね水色のね、シャーシ、この間出たばっかりですよね、パステルブルーシャーシですね。これに、蛍光イエローのですね A パーツと、蛍光イエローのホイールですね、それを、ちょっとね組み合わせて作ってます。でこちらのマシンでですね、一応まあ製作台数187台目だったかな、なんかそれぐらいやと思うんですけども、この撮影でちょっとね、使ってるんですけども、この後、メルカリかヤフオクかね、どちらかでちょっとね出品しようかなみたいな感じでですね、まあもしね興味ある方は、メルカリかヤフオクでね、ゲットしてみてください。で、今回ね何を紹介するのかと言いますと、別にこのくまモンを紹介したいわけじゃないんですよ、あ、ちなみにですね、このボディはですね、TTMA 用に加工したボディになります、ちゃんとこうサスペンションが効いた時にですね、ボディに干渉しないように、削られているのと、あと内側ですね、内側も若干削ってるところがあるんですね、当たらないようにね、この辺のボディの加工は以前、くまモン MA サスっていうね、動画を上げてると思うので、そちらでね詳しくね気になる方は見てください。ちょっとボディどけときますね。はい。で、今回ね、何をお伝えするのかと言いますと、TTMA も制作し始めてですね、もうすぐ2年になるんですね。早いもんで、もうすぐ2年になります。でですね、2年も経つといろいろね、ガタが出てくるところっていうのがね、あるんですね。で、この旧パーツなんかもちょっと摩耗してきたりとかするんですけども、一番ね摩耗しやすい、消耗しやすいのがシャーシですね。で、こちらのシャーシちょっと見てもらいたいんですけども、昔々というかね、今年ちょっとぶっ壊れましたファーストマシンで使ってた、シャーシになるんですけども、多分ね初めから、このチャンネルを見てる方やったらわかると思います。でこのね、シャーシ、どこが壊れたんかって言ったらですね、ちょっとこのなんて言いますかね、進化ですね、進化の兆しっていうね、動画もまた、前回上げたんですけども、その動画でちょっと削りすぎてですね、ここの部分ですね、下方向のサスペンションの可動っていうのを作ろうと思って、下方向にずっと掘り下げていったらやりすぎて、失敗しましたっていうね、失敗したシャーシなんですけども、そんなところをね、今回話しするのではなくて、ちょっとね、一つ見てもらいたい部分っていうのがありましてですね、シャーシの摩耗の話なんですけども、この穴ですね、この穴とこの穴を使って、刺すユニットを固定するんですけども、言ったらここですね、こことここなんですけども、まっさらの時っていうのは、結構ね、これしっかり固定されてるんですよ。こんな感じ、指で動かしてもほとんど動かないような感じですね。これボルトがほとんど動かないような感じで固定できるんですけども、ずっと使ってるとですね、だんだんこのシャーシ側がね摩耗してくるんですね。でどういう風になるのかと言いますと、ここにボルト通してみますね、そしたら、刺すユニットがですね、動くたんびにこのボルトがですね、こう前後にこう細かく動くんですよ。はじめちょっとずつ動いてるんですけども、ずーっと使ってたらだんだんこのブレが大きくなってですね、言うたら長穴になるっていうかな、前後方向にこう穴がね、長穴にこう削れてくるんですね、ちょっとずつね。特にフロントがひどいかなみたいな感じなんですけども、こうねグラグラみたいな感じになってくるんですね。この摩耗っていうのが、最近ちょっとね気づいたんですね。多分お使いの皆さんもひょっとしたらお気づきの方もいるかもわからないんですけども、リアなんかでもね、結構ねこんな感じでガタガタみたいな感じでね、こうリアはね結構ここのね、長さがあるんですけども、それでもやっぱりこう動くんですね、ボルトが。
で、サスユニットがこう上がった時に、ボルトも一緒にこう、後ろにね、下がったり前に行ったりするので、で、シャーシのこの穴が長穴になってしまうという話ですね。こうね、結構動いてますね。ぐらぐらと動いてますよね。で、今回ね、発見したというか、まあ、たまたまね、見つけてしまったので、ちょっと改善方法っていうのを考えてみました。で、今回それをね、お伝えしたいと思います。はい。でね、これ今新しく組んだんですけども、フロントはね、今しっかり、まあ、まっさらの状態なんで、全然あれなんですけども、リアですね。リアも、まっさらの状態なので、全然、何も動いたりしないんですけども、もうこの段階でね、このリアだけちょっと加工してますので、ちょっとどういう加工してるかお見せしますね。ちょっとこれ外します。はい。A パーツちょっと邪魔なので置いときますね。まあ今こんな感じですね。こんな感じですね。ちょっとここが渋いかなみたいな感じなんですけども。うん、で、ここのね、サスユニットを外してみますね。はい。今ですね、ちょっとバラしてみましたよ。うん。ね。で、今度ね、ここからちょっと見といてください。まあ、ボルト抜きますね。うん、で、これはね、ちなみにこれはもうすでにね、加工を施してるんですよ。ちょっとこれ抜けが悪いな。ん？よいしょ。今ね、ボルト抜きましたよ。で、サスユニットをめくるとですね、わかりますか？こんな感じでですね、ちょっとこれ取ろうか。こういう感じでですね、ハトメを入れてるんですね。うん。そうすることによって、摩耗を防ぐというね。まあそんな感じでちょっと加工してます。これちょっとね、一回突っ込んでみましょうか。うん。ね、多少の動きはあるんですけども、削れたりしませんよね。なかなかこのハトメは金属なので、なかなか削れたりはしないと思いますね。ある程度の遊びはあるんですけども、うん、ある程度の、まあまあ、遊びは必要やとは思いますけど、これ以上ね、摩耗して、なんていうかな、削れるっていうことは、まあまあ、ほぼほぼないんじゃないかなと思いますね。プラスチックよりも、やはりこのハトメ、真鍮になるんかな、これ。うん、金属なので、結構強いんじゃないかな、みたいな感じですね。で、これをどうやって入れてるのかと言いますとですね、ちょっと取れるかな。これハトメをね、ただ単に掘り込んでるだけじゃないんですよ。ちょっと取りにくいな。ちょっとこれでこぜてみようかな。よっ。これね、今取れましたけども、まあ普通のハトメですね。ハトメ自体は何の加工もしてません。で、こっち側の方をちょっとね、加工してるんですけども、本来2ミリの穴が開いてるんですけども、2ミリの穴をですね、まず3ミリにちょっと拡張します。ほんの少しだけね。このハトメが、よいしょ。ハトメが入る分だけですね、この長さ分だけ3ミリのドリルを突っ込んでちょっと穴を拡張させます。この長さ分だけね。うん、で、もう一つですね、上からこのザグリー、穴ですよね。うん。ちょっと段をつけるような感じですね。一番上は、多分これ 3.5 ミリの、ドリルで、このザグリ加工をしてるんですね。うん。よし。それで、上から、このね、ハトメを、まあ、掘り込んだら、ぴったり入りますよっていう感じですね。この3ミリの穴だけ開けて、ハトメを掘り込んだらですね、このハトメの上の部分だけが、ちょっとポコーンと盛り上がってしまうんですね。そうすると、ユニットを乗した時にですね、ユニットがあまりにもこれがね、上にこうつきすぎてですね、うん。なかなかこのね、ギアの噛み合わせとかがね、うまくいかなくなるので、うん。中に掘り込む感じですね。ここの、シャーシの面に合わせて掘り込む感じですね、このハトメをですね。こんな感じで加工してるんですね。うん。
こうすることによって、まあ、新品の段階からね、こうすることによって、まあ、あらかじめ摩耗を防ぐというやり方をね、ちょっと思いついたので、今回から、こういうことをですね、今後作る、TTMA に加工していこうかなと思いました。で、まあ、現段階では、リアの方だけなんですけども、フロントもね、ちょっと今後、ちょっと考えていこうかなと思ってるんですけども、ちょっとね、フロントの方は難しいかなと思うんですね。で、何が難しいのかと言いますとですね、はい、何が難しいのかと言いますと、リアの方ですね、リアの方は、ほぼほぼこう、ちょっとね、角度はついてるんですけども、ほぼほぼまっすぐ削り込んでるんですね。若干こう、角度がついてるんですけども、まっすぐでだいたいこれぐらいですね。若干これぐらい角度がついてるんですけども、フロントの方になるとですね、かなり角度ついてるんですよ。むちゃくちゃ角度つけて削ってるので、ハトメを入れるとしたら、ハトメも斜めに、掘り込まないといけなくなってきちゃうんですね。そうしたらちょっと、不具合が生じるんじゃないだろうかとかね。あと、ここ、加工するのにですね、ちょっと、細いんですね。スペースがちょっと、削るスペースがないんですよ。こっちはね、結構肉が、周りにね、肉が結構あるので、まあ、段付き加工っていうんですか、ザグリ加工しても全然問題ないんですけども、こっちがザグリ加工ができるかどうかっていうのが、ちょっと厳しいところなので、フロントに関したら今後ちょっとやってみてね、できそうやったらまた、皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。で、今回はね、もう本当に思いつきで、パッとやったらうまいこと言ったので、そのまんま、パッと撮影して皆さんにお伝えしてるというような感じになりますので、またね、フロントもうまくできたら報告しようと思ってます。はい、ということで今回はですね、こんな感じでハトメを入れてですね、シャーシにハトメをねじ込んでっていうのかな、シャーシにハトメをねじ込んでですね、ちょっとね摩耗を防ぐ処理をしてみましたね。ここですね。はい、最近ねちょっとね、動画のアップが追いついてないような感じなんですけども、まあ、またね、今度フロントの方ね、できたらまたお伝えしたいと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。またね、次回動画もお楽しみください。バイバイ。